精神力と遠心力があって、それでバランスを取ろうよみたいな、多分そんな。全然違うよみたいに今言われてたらどうしよう。でもなんかそんな仕組みであれ陰陽でやってるのか、失恋した時は一回北に思い出を捨てに行ってしまって、うん、南でバカバカになれば、とか携帯に貼ったりする、これを携帯に貼ったりすると、はい、結構電磁波よけとかになる。お、これ電磁波もよける。はい、でこれはあの冷蔵庫とかに貼ると、はい、冷蔵庫の中のものがものすごい粒子が細くなるので、うん、美味しくなる、美味しくなる、美味しくなる。でこれを車にステッカーで貼ると、はい、風の抵抗がものすごいなくなるので、電磁波が強くなるんですよ。はい、やってみます。